こんにちは、エルモです。ストラトキャスタータイプのギターの弦を張り替えている。でとりあえず弦は全部外しました。で、外しましたけども今1本後に弦が余っている。なぜかというと、これがですね、どうにもこうにもこっから出てこないんですよ。この穴のね、6個穴が開いてますよね、ここに。で、そっから弦を装着するときはこっから穴から入れてきゃ入れるのは簡単なんだけども、出てこないんですよ、これが。こうで、出てこないのは当然、張り終わった弦っていうのはここで一回ぐにゃって曲がって角度がついちゃってるから、その角度がついてるのをこっちをこう押しても内側で斜めになってるから穴から出てこないんですよ。で、こう何回もやってたり、こう少し回転させてやるとたまに出てくることはあるんですが、今やればやるほど変な方に行ってしまってですね、なんだこれやと。今は丸いエンドボールですら見えなくなってしまっている。で、そういう時はこういう、まあまあ、ピンセットみたいな、もうちょっと良さげな工具みたいなので、こう突っ込んで、あっ、無理やり出すって技もありますけども、ありますけどもですよ。新鮮なギター弦に張り替えて、気持ちも新たにギター弾こうと思ってる時にこういうことがあると、もうすでに取り終わった、もう捨てる弦、捨てるはずのこういう弦がありますね。で、それを例えば巻き弦で5弦か4弦ぐらいかな、まあ別に6弦でも大丈夫なんだろうけども、普通をこうパチクリンと音がしますよ。こう切ってこれぐらい切りました。で、まあ先っぽをぐにゅっと曲げて、この状態、 L の字に曲げた、エルモだけに違うわ。L の字曲げたこういう弦を1個用意しておく、常に。そしてこのボールエンドのうまくいけばの話ですから、これもね、これでももう時間かかるとイライラしてしまうというね、このようにこうボールエンドのこの穴に引っ掛けてこう引っ張ってくるという手法もありますけど、これもね、わずか数秒のことなのに結構イライラするっていうのがあって、まあ、テレキャスターとか他のレスポールにはないんですけど、ストラットのこの6つの穴、なんでこの形状のまま何十年も打ってるんだろうと思わないでもないんですが、僕の場合はこれちょっと今改造中のギターですけども、もうこんだけ切り取ってしまいます。バコンと取りやすいよ。で、これでも実はさっきみたいな弦っていうのは、もう一回入れ直してみるけど、それでもこっち側に弦が入ってっちゃうとまた取りにくいんですよ。で、また取りにくくなっちゃったから、こういうので掴んでこう引っ張ったりとかね。これは家でやってる時は工具があったり多少ね時間があってこうしてるわけだから、家でやってる時はまだマシだけども、楽屋とかライブの日に、当日まさにライブ中に弦が切れてどうしても張り替えなきゃいけないみたいな時にこういうことがあると非常にあれなのですよ、というので、まあよくギタリストってのはもうつけないっていう、外してしまう、蓋自体外してしまうっていう人が結構いるのはそういう理由だったりします。
で、まあ、これは今ちょっと変な装置がついてますけど、全部外しちゃう人は外しちゃうし、外さないけど頑張るって人はこういうものを作っておくと。これは役に立つ時はこの時ぐらいしかないですけど。